こんにちは、島田香織です。今日は、私が記事を時々書いているアブソルートロンドンのカフェビジットのための絵を描きます。まずジェスを塗った紙に茶色い絵の具を塗っていきます。この紙が乾いたら、この模様がね、ちょっと面白かったので、このシミみたいな模様を生かして絵を描いてみようと思います。今度は別の紙におばあさんの絵を描きます。カフェで会ったおばあさんなんだけど、魔女みたいでちょっと怖かった。そしてここでおばあさんをチョキチョキペタペタしていきます。おばあさんを貼り付けたら、その写真を撮って、今度は iPad の Procreate を使って絵を描いていくので、YouTube 用のスクリーンサイズを選んで、そこに写真を入れます。ひっくり返っている絵を直して、このスクリーンサイズに大きさを合わせます。この後は画面を大きくして、筆を選んで絵を描いてじゃなくて色を塗っていきます。このブラシのライブラリーでいろいろ本当にたくさん筆の数があるので、好きなのを選んで、で太さもまた調整できます。これはベタ塗りができる筆を選びました。次にエアブラシのホワッとしたものを使って、家の下に少し影をつけます。よく使う色がある場合は自分のパレットを作ることもできます。ここでおばあさんの足をちょっと長くしたいなと思って、背景の色、背景のこの模様、ちょっとなんていうのかな、砂っぽい感じの、それで、おばあさんの足を消そうと思って筆を選んだり色を選んだりして塗っています。今度はこの模様を利用して、ホラーのここで描いていきます。ちょっとね、不気味なね、ホラーなにしたいなと思って描きました。
最後は空と海の風景、風景じゃなくて色をつけていくんだけど、ここはあのスコットランドの北の僻地のとてもドロドロしい感じの場所だったので、そんな雰囲気を出そうと思って描きました。今日はここまで。今日も見てくれてどうもありがとう。ぜひアブソリュートロンドンの島田香織のカフェビジット覗いてみてね。それを読むとこの絵の意味がもうちょっとよくわかります。じゃあまた明日。